はい、それではリクエストがあったノースフェイスの、自分が持っているノースフェイスの、紹介をしたいなと思います。さっきちょっと教えから出してみたんですけど、全部で、細かいのとかも全部入れたら30個ありました。で、そんなあると思ってなかった、まあ、基本的には職場のロッカーに入れてて仕事で着るっていうのがメインやって、もちろん高い買い物なんですけど、僕普段はもう言ったら GU とかユニクロとかで仕事の服の方が高いっていうのが全然あったんで、まあ、高いんですけど、まあ、30点ぐらいあったかなと思うので、まず夏物から順にこう冬になっていく T シャツとか半ズボンから、アウター系に行くような感じで紹介していきたいなと思います。で、まずは、ハーフパンツですね。ハーフパンツは、こちらです。ノースフェイスの、これはランニングなんですかね、ランニング用のハーフパンツで、まあ、これもちろんストレッチがかなり効いてて、はい、効いてるタイプの、パンツになります。これまずいって、これは値段が多分5、6千円ぐらいやったと思います。はっきり覚えてないんですけど、ノースの中でもこうストレッチが効いてるタイプと効いてないタイプがあるんです。これは効いてるタイプのパンツです。2つ目が、こちら赤のハーフパンツで、ストレッチがあんまり、ストレッチっていうよりかはちょっとシャリシャリ感があるような感じで、めっちゃちっちゃくなったりするんですよ。折りたたんだりしてもこれぐらいになったりするんで、まあ、旅行に行く時とかはこんなバンって掘り込んどいたりしたら乾くのも早いですし、荷物にもならへんので、まあ、こういうのはいいかな。これも、同様、ランニング系やったんじゃないかなというふうに思います。値段は多分5000円ぐらいやったかなと思います。では次3点目、3点目から T シャツです。 T シャツは、何回か動画で着てるやつもあるんですけど、まずこれ、まあ、ちっちゃく胸のところにノースフェイスって入ってて、まあ、後ろもノースフェイスって入ってます。これは、まあ、ノースフェイスの T シャツの中でも僕個人的に思ってるのがスポーツ系の T シャツと、あとカジュアルよりの綿 100% の T シャツっていうのを僕の中でこの2種類に分かれてて、それの中でいうとこの機能的な方で結構汗も吸ってくれるし、で別に汗吸った後とかでも、中と外の生地がちょっと違うくて、これは中の生地はちょっとしっかり汗を吸ってくれるような感じで、外からの風で、まあ、体を冷やしたりとかしないような感じのタイプです。これも同じく、4点目機能的なタイプの T シャツなんですけど、これも、ノースフェイスっていう胸のとこと、あと背中に、まあ、ちょっと面サイで見にくいんですけどロゴが入ってるような感じで、これも同じく M サイズで、着用してます。これは、これも同じように、よく汗を吸ってくれて、でなおかつ速乾性もあるっていうタイプなんで、1枚これ着といたらベチャベチャなってなんか汗ベチャベチャっていうのあんまりないです。これ結構速乾性あるんで、さっきのもそうなんですけど、あります。値段はおそらくもうちょっと覚えてないんですけど6000円7000円ぐらいやったかなと思います。では次も同じく、こちらも速乾性のある T シャツです。ノースフェイスって前にあって後ろにもノースフェイス、これも同様 M サイズで着用してます。これも、生地感が結構薄いんですけど、しっかり汗も吸ってくれるし、で生地ついたら乾いてるよっていうような感じなんで、汗でビチャビチャになって寒いっていう思いは全くなかったです。はい、これもおそらく6000、7000ぐらいだと思います。はい、でこれは今年のモデルなんですけど、まあ、よくあるこうランニングっぽいような T シャツ、これも M サイズで後ろにノースフェイスっていう感じで書いてて、あと左の腕のところにもノースフェイスとロゴが入ってます。でこれも同じく M サイズで着用してて、同様に、まあ、汗をよく吸ってくれて乾くのが早い、まあ、ランニング系はおそらく全部そうだと思うんですけど、そういう形になってます。でこれは、ノースフェイスが最近始めた、シャツとかパンツとかもあるんですけど、なんていうんですかね、こうマイクロファイバー的な感じのちょっと新しい素材、僕はこれ L サイズで着用してるんですけど、ちょっと着丈が短いんですよ。でこれって、白と黒とネイビーあって、僕このネイビーなんですけど、着丈が短い分、サイズをワンサイズ上げて L サイズでこれは着用してます。その代わり身幅がちょっとゆったりするんで、ちょっと いつものサイズ感とは違う感じで着てます。でこれも、よく汗を吸ってくれて、機能性もあるし、なんかノースフェイスの中ではこうカフェとかでも、1枚でさらっと着れるような感じっていうので、ロンティーとか半袖とか、あとカーディガンも作られてるみたいで、おしゃれラインでもいけるし機能的にもいいっていう感じの T シャツみたいです。でさっき言ってた部分の、機能的じゃなくてちょっとカジュアル要素の強い T シャツっていうのが、まあ、これなんですけど、
まあ、普通にノースフェイス履いてて、まあ、後ろにこうノースフェイスのロゴがあるようなタイプの T シャツで、同じくこれは僕は M サイズ着用してて、まあ、あの生地感が、まあ、ほんまに綿100って普通って言ったらあれかもしれないですけど、よくあの T シャツである素材を使ってるんで、このタイプは基本的に値段が4000円台と思うんですけど、僕あんまりこのタイプ好きじゃなくて、っていうのも結構首とかが何ですか、物によるとは思うんですけど伸びやすいっていうか、他のあの機能面の高い6000、7000とかしてるような T シャツとかって全然首伸びないんですよ。なんでこうクタっていう感じ全くないんですけど、こうやっぱ綿100のってこうクタっていう感じが出てくると思うんです。で、僕はそのカジュアルで普段着る無地の T シャツとかがクタッとするのはかっこいいなと思うんですけど、こういうロゴが入ったやつがクタッとするのってまたこれはちょっとニュアンスが違うかなと思って、あのまあちょっと外出かける時とかコンビニ行く時とか着てるんですけど、あんまり最近は着てないです。はい。で、次が、ロンティーになるんですけども、ロンティーは、今はもう1枚しかないです。もうこれノースフェイスってロゴが入ってて後ろは無地。これの僕一番気に入ってるところは、機能面とかはあんまよく分かってないんですけど、サイズ感がジャスト。結構僕腕が足りひんとかって結構あるんですけど、腕の長さに合わせると横がでかいとか、あと横をこうキュッて細くすると腕が足りてないとか結構あるんですけど、これは本当にサイズ感ジャストで、それで気に入ってます。すいません、サイズは L サイズでした。 L サイズを着用してます。はい、次パンツです。動画でも紹介してるんですけども、アルパインライトパンツって言って、ストレッチ性のあるパンツで、一応こっちのカードの方に出しておくんですけど、まあ、これが、アルパインライトパンツのネイビー M サイズで着用してます。で、この動画を出して、まあ、見てくれた人が気に入ってもらったみたいで、実際僕も買いましたっていうコメントいただいたりとかしてて、結構これは気に入る人は気に入るんじゃないかなと思います。僕は、まあ、このネイビーと次のこのブラックを持ってます。で、もう一色カーキもあったんですけど、もう、普段先履かないってことやったんで、もうこれは、カーキは売りました。なのであるのは黒と、ネイビーの2色になります。そして次が、こちらはゴアテックスを使用した、パンツになってます。結構ノースフェイスに限らずゴアテックスを使用したパンツってやっぱりこう登山要素が強くて、やぼったい感じでボワッっていうこうちょっとスタイリッシュさがない、形が多いかなって僕は勝手に判断してたんですけど、これは結構細めに履けるタイプのパンツで、クライムライトジャケットの時に、水を弾いてる様子があるんですけど、それの時に履いてたパンツです。またこれもあのカード出しておくんで、こちらを押してもらったらその動画に飛べますんで、それもまた見てみてください。で、この辺が、クライムライトジャケットです。まあ、これはもう定番の、マウンテンパーカーなんですけど、ゴアテックス使用してて、値段が 32,400 円で、サイズは M サイズで着用してます。で、店員さん曰く多分 L サイズは L ちゃうっていう風に言ってもらってたんですけど、まあ、僕基本的にノースフェイスは M か L が多いんですけど、これは多分 L やと思うでって言ってもらったんですけど、やっぱり細く着たいっていうので今回、これは M サイズを購入してます。色違いがこちらも、同様に全く同じタイプの、色違いになってます。 32,400 円で M サイズを着用してます。で、これも、詳しい内容は動画カード出しておくんで、こちらクリックしてみてください。では次は、デナリジャケットです。このデナリジャケットも、詳しい内容は以前動画でお話しさせてもらっているので、そちら見てもらったらいいかなと思うんですけど、今年で言うと僕個人的にはオレンジが結構かっこいいなと思って、ネットで見てたらちょっと赤っぽくてあんまりかなとかって思ってたんですけど、実際見てみたら結構かっこいいです。なんであれは多分こう見てるよりも着た方がかっこいい感じの、色味やなと思って、僕はデナリジャケットこれ持ってへんかったら多分あの色買ってたなと思います。次は、以前、のマウンテンダウンジャケットを買いに行ったっていう時に着てた、こちらのフリースなんですけども、このフリースがめちゃくちゃ良くて、このフリースが、1万円ちょっとが定価なんですけども、このフリースが、まあ、ケルプタン仕様で今年のモデルになってるんですけど、サイズは L サイズ、ちょっと肩がちっちゃいイメージやったんですよ。他のノースフェイスに比べて肩がちょっと狭いイメージやったんで、ちょっときついなと思ってワンサイズ上の L サイズを着用してます。で、これ何がいいかって言ったら T シャツの上に着てみてください。めちゃくちゃ気持ちいいんで、で、結構この首元とかもこのふわふわな感じのフリースですし、
で中も全部同じようにこうふわふわな感じでできてるんで、僕はこれを半袖の上からさらっと着るの最高に好きなんで、これを着てる時は大概中は半袖を着てます。この色味も好きですし、フリース自体が好きで、ポーラーテックを使用してて、まあ、デナリジャケットでも、お話しさせてもらってるんですけど、ポーラーテックの100っていうのを使ってるので、一番薄手で300になりやすいって分厚くなるっていう、デナリジャケットは300使ってて、このフリースは100なんで薄くて暖かいっていうのなんで、まあ、今の時期とか例えば夜とかちょっと肌寒いなと思ったら、もうこれ上1枚サッと羽織るだけでいいんで、これは結構あったら、僕個人的にはサッと羽織るので何がいいと思いますかって言ったら間違いなくこれやっていますっていうぐらい、これは値段的にも1万円ちょっとぐらいで買えますし、あと何より気持ちいいっていうので、気をつけるところは肩幅がちょっと狭いかなと思うので、筋肉質の方とかやったら必ずワンサイズ上を上げてもらった方がいいんじゃないかなと僕は思います。では次は僕がノースフェイスの中でもトップ3ぐらいに気に入っている、アウターっていうかトップスなんですけど、それはこちらです。このプルオーバータイプの、マウンテンパーカーなんですけども、これは、今年の正月に僕セールで買ったんですけど、1万3000円ぐらいで買ったんですけど、もうどこ見てもらってもほぼ無地みたいな感じで、これはブラックとこの色味があったんですけど、この色味をあえてワンサイズ上の L サイズで着用して、ちょっとダボっとゆったり着てプルオーバーで被るっていう感じで、この袖のところ、唯一ノースフェイスが分かるところって言ったら、この袖のところにこのノースフェイスって入ってるんですけど、ここしか分からなくて、あとはノースフェイスっていうのが一切ないんで、運転する時とかもうこれをパッて被るだけで、実はこれ裏起毛なってて、これも肌触りがめっちゃ良くて、で、これ1枚で実は防風防水なんですよ。で、ゴアテックスではないんですけど防風防水なんで、実はこう海とか行ってて、サーフィン終わった後とかにサッと被ってたら全然寒くないっていう、で秋とかぐらいにサーフィン終わったりとかしてパーカーでダウンベストとかでこういう感じでいいんですけど、それはそれで昔のアメカジスタイルでかっこいいなと思うんですけど、まあちょっとハイテクに行くならもうロンティーにこれ1枚サッと羽織ってフード被っといたら全然風入らないですし、見た目以上に寒くないっていうので、僕はこれセールでかかってて、もうこれは買いやなと思って買いました。で、ノースフェイスっていうロゴがないから物足りひんっていう人もいてると思うんですけど、ノースフェイスをあえてこう前面に押し出しないところが僕個人的にはいいなと思って、ほんまこれトップ3ぐらいに気に入ってます。で、次はダウンなんですけど、ダウンでもインナーダウン、サンダージャケットって言って、このダウンは、結構細身に作られてて、サイズ感がワンサイズの L サイズで僕は着用してて、 M サイズだとやっぱり肩幅がちょっと狭いと思ったんで、ワンサイズの L サイズで着用してます。とあと袖がちょっと短かったっていうところで L サイズです。プリマロフトっていうダウンとか使ってて、人工のダウンを使ってるんですけども、その分、ペタンとなりにくかったりとか、あとその雨風にも強いっていうところがあったりするんで、どうしてもダウンってやっぱ濡れちゃったりすると、天然のものってもちろんいいんですけど、こう天然が故に濡れたりするとぺちゃんこになっちゃったりってあると思うんですけども、そこはやっぱりこう科学の進歩で、人工で作られたダウンっていくら濡れたりしてもこう戻るようにしっかりこうできてたりしてて、まあ僕まだこれ3年目ぐらいなんですけど、3年来てもこうペタペタなってないっていう。はい、で、次はゴアゴアのダウンです。これはもうバルトロ、前回も紹介してるんであれなんですけど、バルトロのダウンジャケットでゴアウィンドストッパーで、まあ、風に作れてる、ダウンってなっております。で、生地が後で調べたら30デニールを使ってます。30デニールっていう糸の太さを使用しています。次に出すマウンテンダウンジャケットは70デニールなんで、もちろんマウンテンダウンジャケットの糸が太いです。で、バルトロが糸が細いので、糸が細い分、その分ゴワゴワした感じがちょっと少ないかもしれません。なので、こう着てても、まあ、シャリシャリは言うんですけど、生地がゴワゴワするっていうのはあんまりないです。で、何よりもこのダウンの量めちゃくちゃあったかいので、これは、寒がりな人にはおすすめです。そして以前、つい最近購入したマウンテンダウンジャケット、こちらは M サイズ着用してて、さっき言ったみたいに糸が70デニールの糸なんで、生地感がどっちかというとさっきより硬い感じの生地感です。
で、まあ、アクティブに活動される方とかであれば間違いなくこんだけ頑丈に作られた70デニールのダウンを着た方がいいと思いますし、アクティブに活動される方はもちろんこっちをもう選んでもらったらいいかなと思うんですけども、服ではないんですけども、冬場になった時の、手袋ですね。これは、バルトルと同じゴアウィンドウストッパーっていうのを生地を使用していて、実はこれは、スマホ対応になっているので、つけたままスマホを触ったりすることができます。で、サイズは僕は M サイズ、結構手大きいんで L にしようかなと思ったんですけど、店員さんに馴染むからって言われて、M サイズにします。でジャストですし、手袋買う時の、注意点が、あんまり大きいサイズ買うと、こう手袋ってこういう風に先こんな感じになっちゃうじゃないですか。ってなってくるとスマホが対応しないんですよ。なんであくまでもジャストでぴったりつけていることでスマホの、対応ができているので、サイズ感は結構ジャストめの方がいいかなと思います。でこっちは、スマホ対応してる、まあ、グローブって感じなんですけど、こっち側がゴアウィンドウストッパーを使用しているので、ゴアウィンドウストッパーは風を通さない。なので、全然冬場でもただ手袋をつけてるっていうよりかは外からの風が入ってこないっていうのが、この手袋のいいところです。最後はもう毎日愛用してるんですけども、リュックです。ノースフェイスのここにこちらにロゴがあって、まあ、この背負った時にここにノースフェイスってあるんですけど、もうこれも剥がれかけてて、これ買ってまだ半年ぐらいなんですけど、毎日使ってるんでもう剥がれてきてます。別に今剥がれてもいいかなと思ってガンガン使ってるんですけど、まあ、このリュックは iPad を、まあ、ここの中に入れてみたり、大事な書類こうやって入れてみたり、あと今やったらもうパソコンをこうやって入れてるんですけど、こうやってこういう感じですね、パソコンをこうやって入れて、でここにしっかりこう固くなってるので、で中身もこういう感じで入れれますし、細かいところは一番手前のところのここに目薬とか入れたりしてます。薬入れたりとかしてる感じです。で、あと横も、まあ、ちょっとこうペットボトル入れたりとかもできますし、結構シンプルな割に容量があって入れるとこいっぱいあるんで結構おすすめです。あと関係ないんですけど、このリングも結構おすすめで、どっかにこうやってキュッてカフェとか行って机にかけたりできるんですよ。こうやって机の端っことかにこう角っちょとかにピュンってこうやってかけといたらかけれたりするんで、まあ、これ関係ないんですけど、これは結構おすすめです。はい、では最後に、パーカーの紹介です。パーカーは、以前朝散歩の時でも着てたんですけども、この真ん中にノースフェイスのロゴが入ったパーカーで、結構肉厚で、一応裏金もになってて、フードが結構こうしっかり立つんですよ。で自分こうフードがペタンコなんがあんま好きじゃなくて、しっかりこう首元にこうかかるような感じであるっていうのが、まあ、いいなと思うところと、あと紐がないのも結構いいかなと思って、重ね着とかも結構使ってます。で前はこんな感じで、赤のロゴが目立つ感じで、後ろはもうシンプルに一応黒い刺繍でここにノースフェイスとは入ってるんですけど、まあ、ほとんどもう無地みたいな感じです。で前にポケットがここあるっていう感じです。はい、はい、次はこちらです。先ほど見てもらった、黒のパーカーとほぼ同じような形で、肉厚で裏起毛でフードもしっかり立つっていう感じで、まあ、紐もないんですけども、決定的に違うところは、ノースの、店舗で、発売されてるロゴなんですけども、これが、僕が知ってる限りルクアイーレでしか売ってなかったんで、他のとかやったらここにスタンダードって入ってたりするんですけど、スタンダードは福岡行った時も見ましたし、大阪の堀江でも見たことあるんですけど、このマンっていうのは僕はルクアイーレでしか見たことなかったんで、このルクアイーレでこれを買って、買ってます。はい、ということで以上、ノースフェイスの紹介、僕が持っているノースフェイスの紹介をさせてもらいました。ちょっとあまりにも数が多かったんで、その一点一点に詳しい説明はできてないんですけど、一応何を持ってるかっていうのぐらいは説明できたかなと思うんで、詳しい説明とかは、まあ、また毎年出るものが違ったりするんで、結構僕もその分からんことが多いんで、もし気になるようでしたらノースの店員さんとかに、直接聞いてもらうのが一番確実やと思います。僕はちょっとあんまり分からんことも多いんで。はい、ということで、今回はノースフェイスの持ってるものを全て紹介してみたという動画でした。以上、ありがとうございました。